スティルアライブは2007年のコンピュータゲームポータルのエンドクレジットで流れる歌である。ジョナサン・コールトンが作曲した本楽曲はポータルに登場する人工知能グラディスの役を演じるエレン・マクレインが歌っている。バルブコーポレーション側の開発者二人とコールトンの話し合いの中で生まれた楽曲であり、バルブコーポレーションのハーフライフシリーズのファンだったコールトンは この提案を受け入れた。本楽曲は、グラディスが主人公チェルによって倒された後に表示される、コンピュータ画面を模したエンドクレジットの場面で流されており、歌詞の内容は倒されたはずのグラディスが、まだ生きているが、すべてに対して怒りを抱いていないことを示している。本楽曲は、そのユーモアと演奏の完成度の高さから評価が高く、2009年に、 日本で開かれたゲーム音楽専門のコンサートプレススタート、シンフォニー・オブ・ゲームズ・マイナスなど様々なイベントで演奏されてきたほか、2008年4月1日には音楽ゲーム、ロックバンドの無料ダウンロードコンテンツとして配信された。2007年12月21日に発売されたサウンドトラック・ザ・オレンジボックスサウンドトラックは、このサウンドトラックオリジナルのバージョンであり、 ゲーム本編で使用されているものとは異なる。また、コールトンが2011年に発表したアルバムアーティフィシャルハートには、ティーガンサラのサラクインがボーカルを務めたバージョンが収録された。2011年に発売されたポータルの続編、ポータル2の主題歌ウォンチューゴーン及び、ポータルの世界や登場人物が登場するレゴディメンションズの主題歌ユー・ウドゥントノーは、 本楽曲と同じタックによる作品である。本楽曲の作曲者であるジョナサン・コールトン。グラディス役のエレン・マクレイン・ジョナサン・コールトンが作曲した本楽曲はポータルに登場する人工知能グラディスの役を演じるエレン・マクレインが歌っている。グラディスは物語の舞台となるアパーチャーサイエンス・インリッチモントセンターが開発した人工知能という設定であり。 主人公チェルをアパーチャーサイエンスインリッチモントセンター内の危険な場所に誘導し、最終的にはチェルとの直接対決の末に倒されるという役回りである。ゲームのエンドクレジット内で流れる本楽曲の歌詞の内容は外の世界へと解放されたチェルとザ・ーパーチャーサイエンスハンドヘルドポータルデバイスによってめちゃくちゃにされたにもかかわらず、 自らを倒したチェルに対して全く怒りを抱いていないこと、テストルームから見たチェルの動向は大きな収穫だったということをグラディスの視点から歌ったものであり、エンドクレジット後にグラディスがまだ生きていることを示唆する映像が流れる。また歌詞の内容はハーフライフシリーズに出てくるコンバインが地球を侵略したことについても言及している。本楽曲のサンババージョンは ゲーム内のラジオでも聞くことができる。作曲者であるコールトンは、バルブコーポレーションの関係者二人と共に、ワシントン州シアトルで開かれたコンサートに出かけた後、バルブコーポレーションの仕事に関わった。二人は、バルブの作品のために曲を作ってくれないかと、コールトンに頼み、ハーフライフのファンだった。彼は快諾した。話し合いの末、三人はポータルの開発に携わることにした。 ザオレンジボックスの発売日から2から3ヶ月ほど前に、バルブのライターがグラディスのバックストーリーやポータルに関する設定を作成していたため、コールトンはそれをもとに歌詞を執筆した。楽曲の作成には6週間が費やされた。ゲームをグラディスの歌で締めくくるという構成について、コールトーンは映画で物語を伝える手法は確立しているが、ゲームの中でどうすれば、 物語を伝えることができるかは模索が続いているという認識を示しゲームと歌の融合はそうした試みの一つだと説明しているコールトンはゲームを通じてグラディスを理解したプレイヤーなら締めくくりの歌は自然に感じられるだろうと述べているコールトン自身もゲームを進めるうちにグラディスの声が頭から離れなくなったというまた本楽曲はグラディスが ポータルの物語が終わった後も生きていることを示唆している。ポータルの開発スタッフの一人であるキム・スウィフトはプレイヤーが幸せな気持ちのままゲームを終えることができるようにするためエンドクレジットの間に本楽曲を流すかどうか選択制にしたと話している。歌唱者であるマクレインはコールトンはこの歌を通じてグラディスの特徴をよく掴んでいると感じていた。 YouTube といったユーザー中心のコンテンツにおいて、たびたび本楽曲のカバーやリミックスが投稿された。コールトンは、ポータルが発売され、曲が公表されると、作曲者のコールトンも、にわかに注目を集めるようになったと語っている。イグンの編集者であるライアン・ゲデスは、本楽曲について、ゲームのエンディングテーマの中で、最高のものだと評価している。ザ・アート a ブビデオゲームスの著者、 グラント・タバナーは、本楽曲を聴いていて、ヒステリックな気持ちになったものの、芸術的な完成度の高さを感じたと述べている。一 up.com のアリスリアンは、本楽曲について、キャッチーかつチャーミングな上に、驚かせるようなところもあり、そして、ユーモラスなまでに、ほろ苦いと評価している。ポータル2の発売直前に寄せた記事の中で、フォーブスのデビット・ユアートは、 驚かせるようなところがあり、愉快で、キャッチーで忘れられないものと評価し、冒頭のディスワズ、エイトライアンフというフレーズについては、現代のシボレスと評した。ゲームインフォーマーのカイル・ヒリアードは、本楽曲について、ビデオゲーム史上における、あっと言わせるような名曲の一つとなったと評価した。2008年、本楽曲は、ゲームオーディオネットワークギルドのベストオリジナル、ボーカル、 ポップソング賞を受賞した。2008年のペニーアーケードエキスポではフェリシアデーが歌唱したバージョンが披露された。この時の演奏はコールトーンが行っており、彼は聞いたものの頭がパンクするかもしれないと披露した理由について述べている。2009年には日本で開かれたゲーム音楽専門のコンサートプレススタートシンフォニーオブゲームズマイナスで 東京フィルハーモニー交響楽団によって演奏された。プレススタートにおいて、日本国外のゲームの楽曲が演奏されるのは、本楽曲が初めてであり、ファイナルファンタジーシリーズの脚本に携わったことで知られる、野島一世によって和訳されたバージョンが演奏された。また、演奏にあたり、ゲームデザイナーの桜井正宏が作品を紹介するために、ポータルをプレイした。 エレン・マクレインは、シカゴで開かれたアニメミッドウエストの初日にて本楽曲を披露した。スティームで配信されている、サウンドトラック・ザ・オレンジボックスオリジナル、サウンドトラックには、ゲームで使われたバージョンと、コールトン本人がリミックス、歌唱したバージョンの両方が収録されている。また、コールトンのアルバムアルタフィックル・ハートには、サラクインが歌うバージョンが収録されている。 本楽曲は、コールトンが作曲した、リ・ユア・ブレインズと共に、レフト・4・デッド・2内の3つのキャンペーンに登場する、ジュークボックスで聴くことができる。ポータルのモッドの一つである、ポータル・プレリュードでは、ゲーム内のラジオで本楽曲を聴くことができるが、グラディス本人が歌ったバージョンは収録されていない。 バルブのウェブサイト www.aperturescince.com では、本楽曲のクリスマスバージョンが使われており、サンタ帽をかぶった、コンパニオンキューブの映像が流れた後ハッピー、ホリデーネームヒアーというメッセージが表示される仕組みとなっている。本楽曲は、Xbox Live Arcade 用、ゲームチャイムにも追加ステージとして収録されている。 本楽曲はロックバンド、ロックバンド2をはじめとするロックバンドシリーズに DLC として配信されており、シリーズの購入者は Xbox 360Wii 及び PlayStation3 向けの DLC を無料でダウンロードできる。このうちロックバンドアンプラグドには当初有料 DLC として配信されていたが、ユーザーからの要望を受け無料 DLC に変更され、 すでに購入したユーザーからの返金にも応じたロックバンドのコンテンツパックがハッキングされた際、本楽曲が収録予定リストに含まれていたことが判明し演奏にはコールトンら3人が関わることが明らかとなった。なお、アーティフィシャルハートに収録されているバージョンもロックバンドネットワークに収録されている。ありがとうございます。